はい、いつもご利用いただき誠にありがとうございます。コートですね、女性もののコートになりますけれども、シミの付着状態ですね。はい、袖に黄色いシミと、あと本体身頃ですね、前身頃、はい、こちらにも同様のシミの付着が見られます。コーヒーをこぼされたということでご依頼いただいております。素材の方を確認させていただきます。毛が90何パーセントですかね、92%、ナイロンが 8% 混合されているお品になります。はい、それでは早速進んでいきますけれども、すごくコーヒーの匂いしましたんで、そんなに客後リニッチが立っていないような状態かもしれないですね。あとは言うもののやはり変色している感じですので、ちょっと漂白をしてみたいと思います。すごいね、コーヒーのいい匂いが漂ってきますけれども、まだうっすらと厳密には残ってますけど、目立つ状態はかなり解消されてきてますので、まあ最終的には問題なく、ちょっとカスは読みます。
こちらが実施しない箇所になりますので、以上であったですね。はい、もちろん、記事を収めることもございません。はい、また後ほどご報告させていただきます。はい、コードの染み抜き完了しております。コーヒーが付着したということで、ご依頼いただいておりましたけれども、はい、綺麗になっております。はい、袖にも濃く付着していたかと思います。それ愚痴ですね。はい、全てきれいにさせていただいております。はい、ウール素材ですので、シミが付着して、長期間放置しますと簡単に取れない変色したシミになってしまいますのでね、気をつけていただきたいと思います。はい、除去できてよかったです。ご利用いただき誠にありがとうございます。